この手でこういう風な投げが、まあ、多分一つの稽古の方法だと思うんですけど、動きながらこの直線がこっちとこっちが上って伸びれば伸びるほどテコの原理っていうのは中心で働いてきますから、回転ドアお互いにこう回って入れ替わるぐらいですね。でちょっと動いてあげるとそれが投げに つながる形になるので、投げの形というよりはこの力の流れ方向ですね。まず一体になれる、一体っていうのは相手が打ってきたところで一緒にこう動けるところですかね。でどっか触れて、触れなくても同じなんですけど、触れてこういう形を理想と言いまして結構したいと思います。だから返して投げるんじゃなくて、むしろ開いても同じことが起きますね。2人が入れ替わってでそこについていく。はい、どうぞ。内回転、外回転いきましょう。入り身投げの方向に返す方向なんですけど、返さないで、いや力が少し広がってる感じですかね。外回転はこのまま